オープン女子3位決定戦、まず1人目、昨年の日本オープンチャンピオン、フロム栃木編スラックラインインザストリーズインターナショナルライダー17歳、須藤美桜。対しますは日本ジャパンライダー、日本ジャパンチーム、フロム栃木県17歳、同じく17歳です。今現在の日本スラックライン連盟公式ランキング女子1位、岡田歩美。両者による争いとなります。さあ、勝てば表彰台、負ければ表彰台外となってしまうこの争いとなります。準備はよろしいでしょうか。それでは参りましょう。女子3位決定戦スタート。さあ、まずはライン上、岡田アイコンのライン、現在日本ランキングトップという日本のスラックライン連盟において1位を独走体制の彼女、岡田アイコン、フロントリップからフェアリー、そして720、先ほど最後に持ってきた大技を一発目のっけから持ってきました。これをメイクすれば確実にというところかもしれません。対しますは須藤、昨年の2016年度日本オープンチャンピオン、昨年のこの大会で優勝を果たしている実力者、そしてかつては世界ランキングトップにも躍り出たことになる、そんな選手、スラックラインダスルインターナショナルプロアスリートです。岡田恵美がオンザライン、チェストマウス、バットマウスから180バット、そして360のフリーフォール、まずは安定感を誇れた、確実な技からまずは持ってきました。しかしながら一発目はですね、とんでもない技から入りましたけれども、ここは一旦力を抜いて確実なポイントから取りに来ているように思います。さあ、対しますがスノーミュー、スラックラインインダストリーズ、インターナショナル、スラックラインインダストリーズインターナショナルプロアスリート、スラックボーサー所属、17歳、同じく17歳です。高いエアが彼女の持ち味、バックリップフィート、わずかに取り切ることができません。さてさてさて、女子3位決定戦もレベルの高い戦い、女子ティーファーストですね、なかなかこのフリップという縦の回転が入らないものだったんですが、ここ最近ではフリップができて当然というような形、3位決勝戦においても3位決定戦においてもフリップが飛び出すようになってまいりました。バックリップからフロントフリップ、さらにはチェスト、ワイジーから逆方向のワイジー、そしてフィートオンで捉えますが、わずかに捉えきれなかったようです。さあ、互いにハイタッチをしながら、続いてスノミを再びライン上へ、高いエアからバックリップ、そしてフロントはわずかに足が引っかかってしまったでしょうか、回転がわずかに制御されてしまいました。
対抗するのは岡田由美。さあ何か次のトリック、イメージを膨らましながら次のラインへとチャレンジへと駆け寄っていきます。さあ高さを上げてラスティチェスト、ホワイティポーズですね。そこからアーセンション、そしてホワイティからの360、さらにはバークリップから縦フィート。どうしても前フロントフリップ、足で止めたい岡田由美。対するスノーミオ、さあスノーミオオンザライン、残り時間1分30秒としています。まだまだ時間を残しているスノーミオ。文字から360、1回転回していきます。まずは1回転、さあ高い矢からはグリップ、そしてここでラインアウト、バックフリップで一旦ラインを見せました。残り時間1分11秒としています。まだまだ時間を残しているスノーミオ。対するは岡田由美、残り時間37秒となっています。レディバウンス、イードロップ、フロントブッター、そしてサイドブッター、バウンスのバリエーションをしっかりと見せました。そしてスタートからトリックも続きます。岡田由美、さあゆっくりとライン上に歩みます。須藤美代、さあ何を考えているのか、自らの身長よりも高い位置にあるそのラインを今ゆっくりとまたぎました。フリフォル、ここからバックリップ縦に持ってきます。横から縦へと、さらにはフロッグスカイダイブ。さあガッツポーズを見せました。本人納得のコンボが決まったようです。残り時間50秒1分を切ったところでラインを譲りましたスノミオ。対するは残り時間30秒切っている27秒残した岡田由美。ゆっくりとライン上へ近づいてまいります。残り時間27秒から1分。まずはフロント、ワイティ、さらにワイティ逆方向、回転の方向もジャッジのバリエーションとして一つ認められます。フロントフィート、今度は止めてきた、しっかりと止めてきました。そして残り10秒とする岡田由美。対しますはスノーミオ、残り時間50秒、その差40秒、40秒多く持っています。さあスノーミオが今ライン上に、バックバースからフィートン、バックバースからフィートン、バックバースからフロントを狙ってきた。今度はしっかり抜いて大きくガッツポーズ、バックバースからのフロント、しっかりと決めてきました。さあ残り22秒となっているスノーミオ、対しますが残り10秒岡田由美。
ですが、スピンのイメージをしていただくように私からは確認できました。何を狙うのか、イメージをしっかりと作り込む、それからラインへと今ゆっくりと登ろうかというところ。さあ残り10秒、ここで勝った方が3位優勝となります。さあここでブザーが出ますが、ここからの15秒間はアディショナルタイム、ラインから落ちるまではジャッジの範疇となります。何を持ってくる、フィアレスからのセブンジャッジ、戻した、なんとか一応ラインには乗ってます、戻した。さあ時間いっぱいですが、今さらに日本ランキング1位のトップの挑戦です。そして対するは残り時間22秒残しています、須藤美桜。さあ共に同じくイメージを今ゆっくりと膨らませながらライン上にゆっくり耐えていました。何を思い描くのか、そして何をしようというのか、残り22秒。さあ今ライン上に徐々に高さを出していく、クロスグリップ、さらにバック、残り10秒、一旦仕切り直すようですね。残り7秒、次がラストライトとなるということでしょう。仕切り直したということはおそらく次がラストライトとなりそうです。さあ両者これでどちらが3位入賞かというところが決まってしまいます。この7秒いかにして使うのか、須藤美桜。フロックからさらにバックアウト、2発目は乗っかりません。両者大きな拍手をお願いいたします。時間を使い切りました両者。ここはですね、3位決定戦となりますので、後ほど表彰式にて勝敗の決定を発表させていただきたい。ジャッジホールドアップ、おめでとうございます。おめでとうございます。